エビバリシゲナベイベー、アローハー。今日の今県ハワイライブです。はい、今日なんですけども、2021年3月の11日木曜日です。はい、昨日ですね、オアフ島にもう大嵐、雷雨、豪雨か、すっごいもうね状況だったんですけども、皆さん昨日ね今県ハワイ見ていただいた人はこの場所どんな感じだったか覚えてますでしょうか。ここも本当に海でしたよね。湖、波が起こってたぐらいでしたよね。車もそこで埋まっちゃってるような感じだったし。はい、ところがですね、今なんですけども、3月11日、一晩明けた夕方の4時、こんだけもう水はけ抜けてます。すごいです。はい、さすがですね、ヒルトンハワイアンビレッジのこの入り口。はい、こんな感じでね、はい、いい感じでもう、水はけ、水がもうないですね。すごいすごい。ということで、今日のねヒルトンハワイアンビレッジの入り口の様子を撮影することになっちゃいました。昨日の今日でどうなってんのかなと思って今県もこう見に来てるんですけども、すごいことになってますね。本当水ないじゃんって感じでびっくりですね。はい、ということで皆さん、じゃあですね、ここからワイキキの方にちょっと今県号で行ってみましょう。はい、ということで、後ほど今県号でレポートしますよ。で、今日なんですけどこんな感じの空ね。はい、青空が広がってますが、ところが今日の夜から天気はどうなるでしょう。はい、また後でお伝えします。はい、じゃあ今県ですね、今県号にまたがって GoPro を頭にセットしました。はい、じゃあここからですね、今県号に乗りながらワイキキの方に向かっていきましょう。昨日はもうなんか今県号ね、自転車に乗りながら走れるような状況じゃなかったんで大変でしたよ。もうすげえびしょ濡れで、なんか全身あんだけずぶ濡れになったのはですね、なんかいつも海入ってる割にはなんか洋服着て服着てあんだけびしょ濡れになったのってすごい久々の体験だったんで結構笑いましたね。いつも海に入ってて寒いとか思わないのに、なんで今日はこんなに寒いんだと思って。いやー、昔なんか歌ありましたよね、氷の雨って書いて氷雨って読むんでしたっけ。あんな感じで体もすっごい冷えちゃっててすごい大変でしたなと。はい、思わずねオフィスに行ってからヒーターガンガンかけて、はい、でやっぱりそういう時は焼酎お湯割りかなみたいなということでね、はい、飲んじゃいましたね。はい、おということで今信号青ですから渡りましょう。降車信号、はい、ということで今日なんですけどこんなに青空広がってるんですよ。はい、ところがですね、今日の夜半から、またずっと雨が降って明日も一日雨っていう予報になってます。はい、どうなんでしょうかね。はい、押してハワイの信号ってこうやって押さないと変わんないんですけど、押したとしてももう壊れてて、なんかピッと押せないのとかいっぱいあるんですよね。はい、あ、ここは押せたけど向こう側に行くボタンですからね。どうなんでしょうこっち側。はい、ちなみに今この2人のカップル立ってるじゃないですか。こんな感じの時に、ハワイカップルズライフチャンネルさんに、今県か声をかけた次第でした。ちょうどここでしたね。はい、今日見てるかな、りょうちゃんとなみたん。はい、ということで、こんな感じでもうみんなすごいな、 J-Walk 信号無視。はい、今県は信号守りましょうということで、ハリコアホテルからヒルコンだってヒルトン見た感じこんな感じです。はい、ということで、おー、なんでそこが赤んだって、ここが青にならない、あ、そういうことか。はい、ということでね、じゃあまた後ほど、始めましょう。一回切ります。はい、今県です。黒田フィールド信号渡ってきましたよ。はい、じゃあここから歩いていきましょう。最近ですねこの辺結構工事してて、何の工事してるか分かんないですけど水道管かなんかなのかな、なんか太いパイプ埋めたりしてるんですよ。ここ掘ったりとかですね。で、この黄色いプレートなんですけど、これなんつうのかな、道を工事した時によくこういうの使ってるんですけど、日本でだとこれ鉄板とかよく使ってますよね。こっち側だとああいうの使ったりしますね。はい、てな感じで、今日の黒田フィールド
こんな感じで喉から天気になってます。ただですね、昨日なんですけど、昨日のあの雷雨豪雨お届けした時に、ホノルルの中でもう2万世帯が停電になってたそうです。で、あの今県もオフィスに行ってから帰ってから奥今県に連絡を取ったら、なんと今県家も停電してました。はい。で、実はですね、昨日のあのマジックアイランドの撮影の時なんですけど、奥今県がですね、あのマジックアイランドの近くまで実は来たんですよ。で、今県あの雨のずぶ濡れの中にあの撮影したじゃないですか。あのもうずぶ濡れなのか関係なしに、ところが奥今県はやっぱりずぶ濡れになったんですけど、あのアラモアナのねマジックアイランドの近くにあるあのカヌーがたくさん置いてある倉庫があるんですけど、そこでずっと雨宿りしてて、ただですね、今県が撮影終わってずぶ濡れの状態で行ったら、奥今県半分ずぶ濡れでそこにいたんですね。でも仕方ないから、その後奥今県もうずぶ濡れになって家まで帰って、で家の入り口に入るときに、なんかあのコンドミニアムなんですけど、そこの玄関入るときに、玄関というか入り口ね、ゲート入るときに、もう洋服絞ったら雑巾絞れるんでベーってすごい水が出たらしくて、なんか建物の中を濡らすとやっぱ怒られるかなと思って、すごい外で長時間服を絞ってから中に入ったっていうことです。で、家に着いてシャワー浴びようと思って浴びてたら、なんと停電になったという奥今県持ってない時は持ってないね、面白いね。はい。ただ今県がね、昨日家に帰った時間は、結構遅かったんで、今県は暖かいシャワーはすぐ浴びれましたね。はい。ということで、昨日ここで、この光を見ながら雨ざんざん降ってる時、この木の下で撮影したの覚えてます？はい。この公園もなんか全く今は濡れてないってすごいよね、この水はけがね、ほんとびっくりです。はい。ということで、ね、今日なんですけど、こんな感じで、天気回復してます。ただ今日の夜から、またね天気悪くなるような、お話です。で、なんか昨日ねテレビでハワイの方ですごい洪水のニュースっていうのでやったらしいんですけど、どうやらですね、マウイ島で、3月の8日、何日か前なんですけども、ダムが決壊して、はい、相当な被害が出たそうです。なので、すごい洪水ですね。それから、昨日は10日だったんですけど、3月の9日、ノースショアの晴れ岩、ノースショアの晴れ岩であの川が流れてるの知ってます？あそこの川がですね、あの氾濫したりとかしててすごいことになってます。なのでやっぱりこう結構ね、ハワイってあの水の被害というか洪水とか多いですよね。で、昨日ね、面白かったんですけども、なんでね、オアフ島は、島なのに洪水があるんですかねっていう、なんかケイズラジオを聞いてたらそういう質問してる、ビューワーの方がいて、あ、なるほどなって、よく考えたらそうだよなって、陸じゃないからなんで洪水になるんだろうっていうふうに思ったりもしたんですけども、やっぱり、なんかね、こんだけ、海に囲まれてますけども、たくさんね川とか、湖とか、湖じゃないか、はい、あったりしますんで、やっぱ水はけの問題でしょうね。ただ今日はこんなになっても水はけすごいですよね。もうこの太陽とこの空と、でも今こんな天気であそこでみんな遊んでるのに、今日の夜が天気また悪くなって雨がザーザー降る可能性が高いって誰も想像しないですよね。はい。ということで、ほんとね、南の島の天気は変わりやすいぜということで、締めたいと思います。はい。じゃあですね、サクッといきましたけども、今県は元気です。昨日の大雨の中でいろいろ今県号乗ったりとか押したりとかびしょ濡れになりながら移動しましたけども、風もひかずにこうやって元気にしてます。なので、今県元気ですか、大丈夫ですかってご心配していただいた方、本当ありがとうございます。多分こっちの方角かな、はい、こっちの方角、日本の方に向かってありがとうございます、ペコリ。はい。ということで、今県号のちょっと乗って今日は、街中レポートしてみました。はい。じゃあ今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much、 マハロー、シェゲラベイベー。あとはビーチがどうなってるか皆さん見たいですよね。はい。じゃあ後ほど、バイ。